緊張もしますが、それでもすごく楽しみです。すっきりした気持ちでありながらも、同時に寂しいです。10人で披露する最後のパフォーマンスになりますが、今は終わりが見えて、長い予定の間、私たちが一生懸命に頑張って最終地点に着いたので楽しみですし、努力が結実するんだ、と思っています。当然プレッシャーはあるけれど、素晴らしい経験になると思います、と話した。 ドリームアカデミーは3回のミッションを通じて最終10人を選抜した。2回目のミッションでは韓国に来てルセラフィムの楽曲をこなし、3回目のミッションは1990から2000年代前半に世界的な人気を博した女性ポップアーティストの代表曲を新たなパフォーマンスと Z 世代の完成で再アレンジした。それだけでなく、韓国ファンと出会うファンミーティングもあった。 サマラはファンミーティングと韓国訪問について本当にものすごい経験になりました。韓国でファンと初めてコミュニケーションし、観客もいらっしゃいました。私たちのパフォーマンスを見るために集まってくれたのですが、それ自体も本当に特別でスイートな経験でした。私たちにとってすごく特別な思い出になったと思います。私はこの瞬間をずっと抱いていくと思います。 次回韓国に行った時にはもっと多くの方たちとコミュニケーションをとる機会があれば嬉しいです、と伝えた。ソフィアも本当に特別な経験でした、と付け加えた。ドリームアカデミーの特別なところは、K-POP をベースに全世界の多様な国で夢を育てた候補生が出会ったことだ。最終10人にも韓国、アメリカ、オーストラリア、スイス、タイ、ブラジル、 フィリピンなど多様な国籍の参加者がいる。ドリームアカデミーのメンバーたちは、それぞれ異なる国籍や文化を難しく考えるよりは、学んで理解するために努力した。それが彼女たちの競争力でもあった。ユンチェは、私は国籍が違うからといって難しい点は多くなかったと思います。国籍がみんな異なるのでお互いに文化を教えてあげて、 言葉を学んで食べ物もおすすめしたりして楽しかったです。様々な国の人たちと友達になる機会が多くはないので、とても不思議な経験でしたし、嬉しかったです、と語った。ソフィアも、すべてのプロジェクトが多様な人々が集まり、学び合える機会だったと思います、と付け加えた。ドリームアカデミーならではの特別な点も挙げた。マノンは、 これまで K-POP 方法論により全世界の人々を集めてトレーニングさせることはなかったのではないかと思います。そのような点がとても特別で、当然多様性も私たちをとても特別な存在にしています。個人的にはこのようなガールズグループは非常に新しく、新鮮だと思います、とし、期待を呼びかけた。またエミリーは、このようなグループを作る方式自体がとても特別であり、 前例がないと思います。この過程を通じて私たちも本当に強くなり、私たちのパフォーマンスなど強みが明らかになると思います。世界中から集まりましたが、一緒に経験したつながりがあるため、私たちを特別なものにしているのだと思います。私たちだけの魅力と性格を一つのガールズグループに集めるということも楽しみです。世界中のすべての人々に、 私たちだけの方法で近づくことができると思います、と説明した。マーキーも、このようなプロジェクトがあること自体がとても新鮮でした。これが私が本当にやりたいことだ、と思ったんです。新しくて前例のないもの、世界がまだ見たことのないものに参加したいと思っていました。西洋と K-POP スターが集まること自体が新しいと思います。私たちの多様性が強みであり、 特別である理由だと思います、と語った。K-POP グループのロールモデルも挙げた。彼女たちはルセラフィムと2回目のミッションであっただけに、多くのメンバーがルセラフィムを挙げた。マーキーは、私が尊敬するグループはルセラフィムです。何度も言いましたが、ルセラフィムのキム・チェ・ウォンさんを尊敬しています。ステージを掌握する力がすごいと思います。多様なメンバーの国に行って、 様々な経験をしてみたいです、と話した。ダニエラは、私はルセラフィムとエンハイペン先輩です。最近、エンハイペンにハマりました。メンバーの皆さんを見れば、本当に実力も力量もすごいと思います。ダンスや歌もインスピレーションを与えてくれます。とても尊敬しています、とファンであることを公言した。ドリームアカデミーのファイナルミッションを通過した10人は18日。 最終メンバーを決めるライブフィナーレのステージに立つ。ソンミギョン